クッキンチョメチョメサーカスのクッキンチョメチョメラジオ。時刻は21時を回りました。 OMBC インターネットラジオお聞きの皆様、こんばんは。我々が The Only One Entertainment Band でクッキンチョメチョメサーカスだ。私サックスのニーナとトロンボーンミキトゥグランツーリスモの森タイヤです。拍手。今日はグランツーリスモさんが来ているということで、びっくりしたよ。びっくりしましたよ。俺びっくりしたよ。じゃあ改めてご紹介しましょう。今回クッキンチョメチョメラジオ初登場、ギターの森タイヤ。はじめまして。台本に GT って書いてあったんで読めなくて、知ってるやつ、知ってるやつ、読めなくて知ってるやつがグランツーリスモしかないな。グランツーリスモしかなかった。その GT の略語は、ね、グランツーリスモの森タイヤ。バカ。今日見てらっしゃいます、はい、ね、これギターって読むの。あ、ギターって読むのね。あなたの担当の楽器だよ。そう、ギターって読む。最初からこう飛ばし気味でいくと危ない。危ないかもしれない。まずは一足からちゃんと始めてください。そうですね、いきなりトップギアもちょっとグランツーリスモだけに。そうだけに。こっち見んじゃねえ。はい、はい、クッキンチョメチョメラジオ。この番組はこの週のど真ん中、気だるい水曜日の夜を少しでも楽しく過ごすことだけを考えたクッキンチョメチョメサーカスのクッキンチョメチョメサーカスによるリスナーの皆様のための番組です。リスナーの方々が楽しめるいろいろなコーナーをご用意しております。本日のメニューはあなたのチョメチョメ見せて、そしてクッキンチョメチョメクッキング。先週はなかったですからね。あ、そうなんですか。はいはい、あ、そうか、先週はドクターの、忌まわしいね、あの企画がねやってまいりましたが。そして大好評、あの神様が今週のあなたを占うアゴ神様占いでございます。お楽しみに。クッキンチョメチョメラジオは皆様からのメッセージで成り立っております。メッセージのメールアドレスなどミキト君よろしく。はい、メッセージのメールアドレスは tayori@ombc.jp tayori@ombc.jp です。またこの番組ではツイッターを使ってリアルタイムで、情報や写真などをアップしていきます。特にツイッターにメッセージをいただけるとこの番組内でリアルタイムでお読みします。ぜひツイッターをフォローしてください。アカウントはクッキンチョメチョメサーカス、@COOKINXXCIRCUS です。ハッシュタグは、#CXXRADIO、CXX ラジオによろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ツイッターの方もぜひともフォローしていただいてですね、よろしくお願いします。皆様で楽しんでいきましょう。そうなんですよ、ハッシュタグをね作らせていただきましたんでね。あ、増えてると思った。そう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 。ハッシュタグってね、これあのツイートの最後につけていただくと、はいはいはい、ね、このクッキンチョメチョメラジオについて語ってる方々のそのツイートがザーッと出てくる、検索がしやすいっていうね。そうそう、検索がしやすい、はい、ぜひぜひ使ってください。使っていただきたい、ね、ハッシュタグっていうね意味を先週マムさんに聞いたんですけどね、はい、あのマクドナルドで売ってるらしいですよ。ひどい。ひどいでしょ。、ね、さっきも言いましたけど、今はし、マクドナルド で、 マクドナルドでハッシュタグください。ハッシュタグください。このコードと引き換えに。シャープ CX セクラジオでこれでしょ。タグがついてくるらしいから、あのあお子様セットみたいな。ハッシュ、ハッシュ、そうそうそう。どういうか、まあハッシュポテトに多分まあまあそういうことですよね。タグにあの値段がついてて200円らしいです。そこまで設定が細かめなボケなんですあいつね。本当にもう先週のですね、あの放送はちょっとね、あのいろんな意味でおかしかったんですけど、ね、そう、僕もね、あのさっき聞かせてもらって、ね、先ほどねプレイバック聞いたと思うんですけど、いや、まあ楽しげな、いかがでしたか、あのリスナーの皆様いかがでしたか。そう、皆さんどうでしたっていう、どうでしたかと、あの僕はここに声を大にして聞きたい皆様に。あのちなみに僕は大好きです。あ、だそう、大好きでした。僕大好きですけど、森さんはいかがでした。まあパイルドライバーはちょっと、うん、完全に意表つかれました。意表つかれましたか。
そうでしょ、溝落ちに来る感じです。そうでしょ、グフッて。そう、なんかね、なんでしょうね、あのこれ腹抱えて笑ってるやつと、うん、気絶してる人と、気絶してるやつボディブロックやって半々というか、まあ大半んって思って、うん、いや、あのね、実はそのツイートの、いつものツイートのね数よりもちょっとね若干減ってたような気がするんですよね。みんなポカーンってしてたら終わったんでしょ。そう、どういうふうに突っ込んでいいかも、どういうふうに聞いていいかもわからないといったような状況、ポカーンとしてたら1時間終わった、終わっちゃったな、何も聞けずに終わっちゃったなっ だって途中でなんかあのさっき聞いてたら、はい、あのなんか頭の中が宇宙に連れてかれそうな、なんかそうでしょ、もぞもぞもぞっていう。そうなんです、確かにね、銀ちゃんはチャネリングしてらっしゃいましたしね、あとね途中でちょっとなんかラーメン、ドゥーラーメンとかいう、ね、なんか途中でキャラ変わってましたよね、彼ね、あんなやつじゃなかったはずなんですけどね。これ今人変わったと思って。そうそうそう。しゃくれ気味になっていくっていう。さあこれが顎がね本質を隠せない感じ、ね。そうですね。もうにじみ出るそのなんかシャープさというかね。潜望していってたね。もう。だから今日はですね、あのとても落ち着いた、なんていうか、どっちかというと大人な、ね、今日初めて の、ね、そうそう、あのグランツーリスモさんも、グランツーリスモさんも来てらっしゃいますから、お迎えしてますので、はい、アイルトン・セナかモリタイヤかという、はい、無免許の、そんなに無免許のグランツーリスモお前免許持ってないのか、今初めて知ったわ俺も知らなかった持ってそうじゃん、だって一番のトラック運転してそう、うちのコーナーで言えばよかったですね。じゃあ、そうだね、あ、実は免許持ってないんです、はい、っていうことを言ってもらってもよかったかもしれませんが、そうなんですよ、そうそう、マム先生もね、ドクターマムもね、大変なことになってましたからね。あれ、あんな何回か聞き返したんですけどね、どこがどうなってんだかよく、そうですね、ぜひぜひ感想聞いてみたいですね。いや本当にあの選手欲しかったんですけど感想があんまなかったんですよだからみんなポカーンってしてたんです。だからポカーンとして、いや、この場所は楽しかったですよ、もう田中 D も大爆笑でしたからあの笑わない田中 D がね、もう声を殺してね、クククって感じだったんで俺その田中 D をじっと見ときたかった、うん、そうなんですよ、だからこそ皆さんに聞いてみたいんです。ですよね、多分でもあの失神しててみんな覚えてないかもしれない、ね、でツイートの大半は皆さん大変でしたねおもり役ね、もうあのそのなんかねぎらいメッセージ、ね、そうなのよ森ちゃん、あのね、そういうメッセージ、温かい、僕にとっては温かいんですけども、応援のね、うん、あのバンドとしてはどうなのかみたいなところがありました、ね、バンドの盛り役ということで、そうですね、あのぜひともですね、あのメッセージお願いしますまあそんなこんなでですね、初登場の森田彩さんに来ていただいておりますけども、はい、初登場ということで、じゃあ自己紹介なんぞをですね、ここでバッと言っていただきたいです、はい、どうぞ、クッキンチョメチョメサーカスでギターとグランツーリスモを担当してます森タイヤと申します。バンドでグランツーリスモ担当、無免許でね、はい、そのなんすかね、ギターを弾いている以外に何をしてるかって言われたら特に何も、はい、してないですよね。何なんですかこの感じは、ね、してないんですか。いや意外とね、私生活ちょっと謎な感じではあるんですよね、まあ、そうですね、奥さんはね、まあ、料理人ですよ、あの料理はうまいです、この人なぜか素晴らしい、なぜか本当に素晴らしいですよ。そう、ギタリストだろギターとマムいじりを担当してます。あ、なるほどね、そうそうそう、先週のねマムさんの天敵ですから、どっちかっていうとねそう、一回チラチラ、ね、一回あのリスナーの人にも聞いてほしいけど、あの全員あの、ね、あのバンド内の メールがあるんですよね、全員に連絡用ね、連絡用ですよ、明日はいつあの何時からですよとか、そうそうそう、でマムからなんかあのどのこうのっていう連絡があったんですよね、あ、なるほど、うん、それに対する森ちゃんの返信がうっせーブスって、うん、あ、意外と口悪いんですよこの男、ひどいね絶妙のタイミングでね森さんはそういうことをしてらっしゃる、味付けもこう から口にする傾向があるっていうあの調味料が少しピリッと辛い、そうですね夜中に腹抱えて笑ってますそう、夜中にあったらね、あ、じゃあここでですね、あの先ほど言ってツイッターの方もですね少し紹介しておきましょう、はい、ですね、マミルーンさん、いつもありがとうございます。ですね、放送前にもいただいておりまして、こんばんは、先週はめちゃくちゃにぎやかでしたねと、皆さん本当にお疲れ様でした、本当にありがとうございます
ね、次はミキトゥさんにも味わってもらいたいですと味わってみろお前本当に多分コーナー潰れていくと思うあの一言も喋れなくなるぞ本当に俺多分ずっと笑ってると思う今週は男子3人しっとりした放送になるのかしらということです。この、まあまあ、しっとりしたしっとりと、まあ、まあそうですよ本当にしっとりした感じでねいきます。ジェットストリームみたいな感じでなんでいきなりガンダムならないですかジェットストリームがしっとりっていう認識もよくわからない。辛口作動しちゃうかもしれないあとマメルーンさんがですね、先週の放送もちろん良かった、ツイートもツイートするのも忘れるくらいに、なんか失神したね。そうなんですね。まあまあ大変でしたけどもね、はい、まあ、あの先週みたいなのはならないと思いますので、ね、最後に僕たち歌は歌わないと思いますので、あれは何の歌だったの、はい、よろしく。まあこんな我々と一緒に1時間、はい、今日はコーヒーでも飲みながらゆっくりとお楽しみください。ゆっくりと、はい、ゆっくりと聞いてください、はい、それではここで1曲お送りいたしましょう。我々クッキンチョムチョムサーカスでトゥーキラー。
サーカスのクッキンチョメチョメラジオ。あなたのチョメチョメ見せて。このコーナーは今まで隠してたけどちょっと人には言えないあなたの趣味、特技、自慢話、体の特徴などを披露していただき、その人の本性を暴いていこうというコーナー、あなたのちょめちょめ見せてです。拍手。いやー、やってまいりました、あなたのちょめちょめ見せてでございますけどもですね、その前にツイッターの方にメッセージをいただいております。ありがとうございます。ご紹介しておきましょう、いつもありがとうございます。みやこさん、ありがとうございます。先週の感想、楽しかった。お腹抱えてました。あ、よかったよかった。多分でも、ね、お腹抱えて気絶してたっていうことですか。あ、そうですね、お腹抱えて痛かったかもしれない。痛かった、痛い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 。あ、リーダーさんかわいそうつって。なんか傲慢感はなんだっていうような感じだったかもしれないですよ、これね。お腹抱えて、楽しかったけどお腹抱えてましたということかもしれないですからね。どうやってもマム先生を僕は落とし入れたいみたいですね。すいませんでした。さて、今日のちょめちょめを見せてくれるのはもちろんこの人。私、森タイヤでございます。拍手。さあ、森ちゃん、あなたのちょめちょめは何でしょうか。はい、何を隠そう、右親指を剥離骨折しています。知らなかったな。しらじらしい。そうですね、しらじらしい。知らなかったな。こんなにめっちゃ巻いてるやん。こんなに巻いてる。何枚もさっき写真撮ってツイートしてたけどさ、さっきから拍手って言われるためにヒヤヒヤしながら痛い痛い響く響くつって。何、剥離骨折なの。剥離骨折です。剥離骨折って、剥離骨折って、というのも、はい、4日前ぐらいですかね。はい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 、はい、なんかもう熱っぽいなと思って、うん、熱っぽい、熱っぽい、熱もう終わってるんですよ最近ほんまに。体調はね、体調は、まあ、ちょっとね、体調悪そうだもん、ね、もう夜中、まあ、ちょっと熱出たんですけど、はい、夜中もうトイレ行こうかなと思って、はいはいはい、普通に寝室からリビングを経て、うん、トイレに行くときに滑って、うん、どこで滑るの、自分自宅でしょ。すごい汗かいてて、自分の汗で滑って、滑って親指を転んで、このなんていうんですか、テーブルじゃないですね、カウンターの角みたいなところで、はい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 、グニャンってなって。ああ、バカ。ああ、ほんとバカ。グランツーリスム、そんなことしてダメでしょ。そうなんですよ、親指大事ですからね、グランツーリスム、ね、加速できないですからね、プレセだったら。どっちやったっけ、丸ボタンやったっけ、バツじゃないですか。じゃない、ギターよ。ギターっすね。ギターよ。それで剥離骨折、剥離骨折です。あの、普通に次の日働いてて、行ってっつって、あ、まあでも骨折ったまま働いてて結構おるけどね。でもよく寝れたよね、その、まあ、剥離骨折、まあ、普通の骨折ポキッといってるわけじゃないけど、はい、骨折は骨折でしょ。そこはまあ適度なお酒と、麻痺してるってこと。適度なお酒と、適度じゃねえの、疲労感。何なん、人生の生き方みたいな。疲労感と、あの、適度なお酒で、はい、まあ、ある意味感覚の方がどちらかに似てらっしゃる。でも、まあ、家でいてって言ってたんですけど、うん、嫁も心配してくれんし、何なんだっていう。もう、心配してあげてください、ね、あの、心配したツイートを皆さんぜひとも送ってください、はい、慰めてください、ね、慰めてください、急に送ってあげてください。どうなんですか、あの、これが一番皆さん気になってると思うんですけど、ギターは弾けるんですかと。いやー、弾けるでしょう。おい、本人よ。グランツーリスモ、グランツーリスモはちょっと、あ、そっちはきつい、はい、きつい。6番手ぐらいについておきたい感じです。どっちが大切なんだ。だって剥離骨折、親指の付け根な、付け根です、付け根を、うん、でもなんか、なんていうんですか、欠けてるっていうことらしいんですけど、欠けてる部分が、なんか、きれ、もうお医者さん曰く、うん、綺麗に欠けたねみたいな感じの。褒めてくれた。
軽いな。そうなんです。ほんまにこんな感じの。嫌いにあげたね森君。一言やもんな。所詮そうやもんな。じゃあまあとりあえずあの治療してこうかみたいな感じで。とりあえず早く一刻も早く治療してください。痛いんだけど。痛いんだけど。でもまさかあの骨折したことなかったんで今まで。そうなの。そうなんです。あ、そう。だから幸いやったね。あ、こんななんかみんな物々しい感じのギブスとかしてるじゃないですか。それはまあでも指やもんね。そうっすね。それ言ったらおしまいっすよ。確かに。だって指やもん。それはね、添え木みたいなのを知って、添え木を、なんか最初はほんまになんか筒みたいな、なんか被して、はいはいはい、なんか巻いていくみたいな感じだったんですけど、これじゃあちょっと引けないっていう感じになって、じゃあちょっと取れるかもしれないよみたいな感じで添え木をしてもらってテーピングでガッチガチにしてるんですけど、かゆくて仕方ないですね。あ、そう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 。あ、だからもうちょっとこうやっちゃうっていう、うん、俺もなんか昔指折ったことあって、はい、もうなんかあの箸とかでなんか包帯なんか書いてた。俺あの鍵っす。家の鍵、鍵で、鍵で書いてキーでね、はい。あ、そうです。まあ、写真を、ね、見ていただけると、ね、うん、分かると思うんですけど も, もう結構、ね、しっかりと包帯を巻いてらっしゃる、うん、でテーピングもしっかりして今だから動かない固定しっかり固定をされてる。でもその言っていいか分かんないですけどその添え木の部分を抜いたんですよ昨日。おい抜くなよ。なんかもう大丈夫な圧迫感がすごくて。あ、なるほどね。やっぱりお酒飲むじゃないですか。そうやね、ほんなら晴れるもん。お酒飲みじゃないですかって、うん、怪我してる時ぐらいやめなさい。だってでお酒飲むことでほら血流が良くなってそう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 、痛いんでしょ。だって痛いです。夜は痛いです。痛いはずだよ。痛いんですけど飲みますよね。飲みませんよ。どうなんですか。いやいや、そこの大酒飲み2人あの仕方ないですよ。皆様言っておきます。この2人はあのわざわがクッキンチョメチョメサーカスの主語2人です。あのいつまでも飲んでるんです。そんなことはないじゃないね。どれだけ開けてるの。日本酒1本もうパンパンなくなっていくじゃない。でも一升瓶ですよ。1本ってあのちっちゃいやつじゃないですよ。あの 1.8 リットル一升。そんな2人でポンポン開けてたっけ。開けてますよ。あなたあの日の話ですかね。どれやどれ。あの日もそうだし、もしくはあの日の話かもしれないですね。そういっぱいあるんかい。どれだけ飲んでんだよ。だってライブ前も結構ビール片手にああ酒屋行こうぜって二人言っちゃうでしょ。だってそれは言っちゃダメですよ。絶対言っちゃダメですよ。だいたいねこいつらあから声で書いてきますからね。あの皆さんあの注意してくださいね。もし酒屋さんで二人を見つけた時はすぐにツイートください。今まさに買ってます、日本酒を買ってますということでしたら、ね、ぜひともですねツイートしていただいて僕がすぐに止めに入りますから。ライブ前に終わるまで飲むなと。飲んだ方が調子がいいんじゃないかっていう説も。はい、説ですけどね。説が説、まあまあ、ユージさんは飲みますけど僕はちょっとお酒ダメなんで、うん、あまりよろしくないので飲みますよ。でも見ると管楽器ってお酒飲んだら息上がらへん。上がらないです。上がらないですか。あ、そうですか。すみませんでした。大丈夫です。すみませんでした。深酒しなけりゃ。俺だって酒もダメだし、あのあれ栄養ドリンクもダメなんですよ。え、ああのライブ前の栄養ドリンク、あれもちょっとアルコールでも 0. 何パーっていう。え、入ってる。知らないです。いわゆる栄養あのユンケル的なものですよ、うん、ああいうのをだからよくほら差し入れとかでもらったりするでしょ。あのライブは頑張ってくださいね、はいはいはい、で飲んでしまうと俺も息上がっちゃって、あのいやもうそのライブ中に全然ダメダメ。皆さんあのうちのリーダーに介護をお願いします。はい、それやってて、だって前からだもん、だって私の頃からずっとそうだもん。へえ、極力だからそういうの飲まない。そう、僕昔働いてた頃とか栄養ドリンクなしじゃ生きられないぐらい忙しかったんですよ。栄養ドリンクは主食ぐらい。怖いな。もう血管切れるよそんなことしてたら。あ、そうなるんか。いや知らないですけど。適当。メッセージのツイッターでいただいております。先ほどの宮子さんから、剥離骨折って治りにくいのでは、早く治ることをお祈りします。治りにくいですよね。治りに、いやでも普通の骨折よりかは早いみたいです。あ、そう。3週間でも2週間でいけると思うよって言われました。そんなに森ちゃんの回復力を見てた。森ちゃんとこの先生ちょっと適当やもんね。やばいですかね。なんかさっきの話聞いてたら、まあ、あんまり出しちゃダメですよね。どこどこ病院ですよね。どこどこ医院とか言わなかったら大丈夫。瀬戸いただください。大阪の
どっかの大阪の、まあまあそうですね、大阪のどっかのそのぐらい、まあ、でも案外そういう先生の方が腕良かったりするから、ね、軽い方がね、そうそうそう言われますけどね。あともう一つですね、マミルンさんからありがとうございます。剥離骨折、ライブどうなるのかな、気合で弾くの、何で弾くんですか。ピックで弾きますね。あ、そうですね、大体そうですよ。すいません、あれだからギタリストの方大体ピックで弾きますよ。気合では弾きません、ね、普通気絶してますね。気絶してますね。選手のマムさんにやられてますか。そうですね、毒されてます、ね、マムのドクターマムの、 あのセカンドオニオンにもやられてるかもしれないですね。なんだそのセカンドオニオン。セカンドオニオンの話はまた後ほど。はい、じゃあ森田也さんありがとうございました。森さんは右親指付け根を剥離骨折をしているというちょめちょめでございました、はい、ぜひともお大事にしてですね、ライブも近々ありますから、はい、本当に早く直してください。早く直します。早く直します。お酒とともに。お酒はダメです。だからお酒とともに飲むな。頼むよ。はい、じゃあここで1曲、はい、森ちゃんが治るようにね、森ちゃんの好きな曲をお送りしましょう、はい、森ちゃんどうぞ。それではクッキンちょめちょめサーカスでロンリーティー、さよなら。
よ。料理は食材をうまく組み合わせて調和させ、美味しい味を作り出す。それは音という素材を調和させる音楽と似ている。クッキンチョメチョメクッキング。さあ始まりました、クッキンチョメチョメクッキングのコーナー。このコーナーは音楽と料理の関係性に鋭く切り込み、我々が探してきた食材食品を実際にこの場で食べてきて、あーだこーだ言ってみようというコーナーでございます。ミキト君、はい、グルメリポーターの仕事とかはないですか？まだそろそろ来ないですか？そろそろ来ないですかね。ずっと言ってるもん。おかしいな、いろんなものを食べてたんですよ、ずっと言ってるのにね。おかしいな。本日の食材はツイッターで写真をアップしますので、ツイッターもよーチェックしてください。じゃあですね、今からですね、なんだとみかんに醤油かけてるうちはお前ゲジゲジさんに謝れ、そんなこと。それはお前リスナーの方から失礼じゃない。リポーターの仕事。はい、というわけで今日の食する食材を今ツイッター上げました。じゃあご紹介しましょう。本日食するのはこちらです。はい、ポテトサラダです。ありがとうございます。ありがとうございます。拍手。これね、実はね、はい、森ちゃんが、そうなんです、はい、お手製の、はい、ポテトサラダ。そうなんですよ、森ちゃんの料理うまいんですよ本当にね。冒頭にも言いましたけど、うん、ギターもうまいが料理もうまい、料理の方がうまいんじゃないかおいっていう説もあります。ありますね、それは確かにあります。本当美味しいの。本当美味しいの。いつからそっち系になったんですか？この前そういうキャラでいきます、これから。あ、これあのこれってだからリスナーの方には分かんないでしょ、これって言っても。ちょっとお姉様系で、お姉系で、お姉系で、うん、髪の毛も切ったし、はい、そうそう、あのすみません、あの、ね、髪の毛切ったんですよ、ミキトさん、ね、はい、さっぱりしてらっしゃいますから、ね、さっぱりね、いい感じでございます。で、本日食するのはこちらポテトサラダなんですけども、はい、こちらは森さん、なぜ今日はポテトサラダ？いや、これはポテトサラダの革命といっても、おお、革命、おお、だん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 ちょっとグルメリポーターっぽくなってきましたけども、はい、ある食材を、はい、隠し味に入れているやつなんですよ。ある食材を、だってポテトサラダって普通、まあ、ポテトと、ね、まあ、大体、まあ、いろんなものが入ってマヨネーズでしょ、うん、まあ、主体はそれですよ、主体はそれです、はい、本当にもうごく普通のポテトサラダにこれを入れれば、うんうん、なんと、もうこれを入れれば2回言った、まあ、大変美味しくなるっていう。なるほど、はい、じゃあそれは実際に食べてみてから、そうですね、何が入ってるのかっていうのを、あ、これだっていうのね、うん、そうですね、それが当てれるようになったらさ、料理人にもなれるだろうし、うん、グルメリポーターの仕事美味しくて満足すると思う。まあ確かに、ミキというのはね、大体ね、あの1回目から聞いてきてますけど、大体美味しいしか言わないもんね。これ美味しい、あのこれ美味しい、うん、美味しい。もうそう言っていただけたら本望ですけどね。一番ダメなリポーターだよね。さあ、じゃあですね、はい、実際に食べてみてようと思います。じゃあ、ですね、今からじゃあ食べてみましょうか。はい、はい、いただきます。あのですね、あの写真が見られない方にもちょっとお伝えしておきますけども、ね、あの見た目はごく普通のポテトサラダです。そうですね、はい、ちょいと汚めぐらいのポテト。ちょいと汚め、タッパに入ってるからかもしれない、はい、で多分これハムですか、ベーコンっぽいのが。あ、それは生ハムが入ってます。生ハムです、はい、出ました。ここからして違うよね、普通だって普通の使うものが ね、うん、ね、ハムだもんね、普通のハムだもん。もう大体なんか4連になったやつ。4つになってテープで巻いたりしてで、ちょっとあの黒い点々が見えるんですね。黒い点々は何すかね。え、ちょっと待って、それゴミとかじゃないよね。じゃあ、俺もさすがにゴミは入れない。故障的なものなのかな。そうですね、ブラックペッパーですね。ブラックペッパーでしょうね、はい、そうですよね、びっくりした。ちょっとゴミを入れる、いや、そんなものは入れた覚えがないですけど、みたいなものが今ここに入ってたら、俺ちょっと食べるのいたずら心が。あ、これホコリですね。隠し味にホコリを、ホコリを入れてました。どこさんのやめて。お部屋のミキトゥのお部屋のホコリを、ミキトゥのお部屋さんのほこりを。やっぱり部屋が汚いんだね、ミキとはやっぱり部屋が汚いということで。あ、じゃあ、まあ、ぐたぐた言っている間にですね、ちゃんと早速食べてみましょう、はい、ね、じゃあ、じゃあ食べてみましょうか。はい、はい、いただきます。いただきま す。ありがとうございます。じゃあミキト君からいってみましょう、はい、さあミキトさんが今、スプーンですよ、今日はね、スプーンで、
結構多めにいきますね。いいですね。ざっくり、はい、パクッといきました。じゃあ僕も一口いっていきたいと思います。いただきます、森ちゃん。はい、いただきます。はい、森ちゃんもね。はい、じゃあちょっと店からあのじゃ あの田中 D もちょっとすみません、僕の使ったスプーンですけどいいですか。あ、どうですか。うまい出た、おいしいいやこれはねおいしいよ。あ、そしてなんか食材を一生懸命探してるけどさっぱり分かんない。マジですか。あのね、本当にあの普通のポテトサラダ期待をね 200% 上回ります。これ革命だわ。革命ですか。要するにあのね、ポテトサラダ、ポテトがねしっかりと柔らかいです、やっぱり。で、生ハムの塩気とマヨネーズの感じがすごくいい感じになってますよ。あれ、ニーナさんがグルメリポーター狙ってるみたいな勢いですね。そうですよ、もちろんもちろんもちろん、僕の方にずっと言ってんね、ずっと言ってます、ね、僕らが口に含んでることをいいことに。そう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 、なんで喋らせる俺にもよ初回からずっと言ってますもんねそうだよ、ずっと言ってんね、どうにかなんないかなと思ってながら。あ、でもあのね、後味というかこう鼻に抜ける感じ、何かこうあの食べたことがある、はい、何かが入ってるのは入ってるんだ、まあ、なんだろうこれ。まあ日本人だったら食ったことありますよ。日本人だったら、あ、じゃ あの皆さんに、聞いてみましょう、今リスナー、今聞いてらっしゃる方々、このポテトサラダには何が入ってると思いますか。まあ皆さんはですね、あの匂いも味もわからないと思いますが、想像で結構です。こんなものが入ってたら美味しいだろうなというものをツイートをお願いします。じゃあ、食べてるそのしっかりと、はい、なんすかアップの、そうですね、写真を今から上げましょう、今から写真を撮ります。ちょっとお待ちください、はい、こんな感じです。本当美味しい、はい、あの、ね、ちょっとスプーンとかが映り込んでますけども、これまだ気にしないようにね、はい、ちょっとすぐに送りました。あの文字は入ってませんが、ぜひとも、何が入ってるか、はい、ぜひともですね、ちょっと当てていただきたいということで、うん、ミキって何だと思いますこれ。美味しい、何やろ、うまい。多分これをね食べてもらったら分かると思うんですよ。これこれなんですよ。これ固形物、これだって生ハムとなんかいたでしょ。あ、何、今ね、あのミキトゥの口というかからコリコリというこれカリカリかな音がしてます。なんだろう、何コリコリし、あ、あったあった、ちょっと待ってね、ちょっと俺も食べます。いいですか言って、はい、たくあん、まあそういうことですね。おいしいわ。あ、たくあん、たくあんを、あ、ただのたくあんじゃなくて、うん、一回スモークしてから入れてみた。何それ、スモークって何。うまい、うまいでしょ。 やりたくなりました。スモークのやり方がわからないそうですねじゃあ一旦この話なしでリスナーの皆さんすみません、あのミキトゥが正解を言ってしまいました。あ、そうですね、ごめんなさい。お前せっかくあのマミルーンさんがね、一つわさびかなとか、あ、失礼しました、来てくれてるのに。お前じゃあ今度たくあんです。たくあんですじゃないよ、潰すなお前。スモークしたたくあんです。わかんない、何でそのドヤ顔で、そのドヤ顔を今から撮りましょう。じゃあドヤ顔のミキトさん今から撮ります。はい、ミキトさんどうぞ。はい、たくあんです。はい、お前ちょっと爽やかになったな髪の毛アクが抜けた感じですね。アクが抜けた、この前までもう真っ白にドロ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 、内臓系のアクがちょっとホルモン焼きね、はい、いや本当にレスナーの皆さんこれね試してみてください。スモークし、まあ、スモークしなくてもいいですか、はい、まあまあそのいぶりがっことか、ああ、ありますね、ああいうもんとかでも大丈夫ですし、はい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 、なんすかね。でもこれを機にスモークに目覚めるっていうのも一つの手ですね。ありと思います。だってあのキャンプとか好きで、うん、好き好き好き、スモークとかってでもできそうじゃない。そのスモーク、え、なんかチップを焼く、チップ、チップ、フライパンとチップと、フライパンで焼いたらいい。フライパンとかでもできます。それで網引いて乗せて蓋してみたいな。わ、すごいですね。これあの僕たくあんも好きだし、ポテトサラダも好きだし、どっちも好きなのが合わさったらもっと好きになっちゃうじゃないかっていう感じですね。最高ですね。僕芋大好きなんですよ。芋
も好きだね。森ちゃんの料理好きなんですよ。森ちゃん好きなんですよ。森ちゃんラブなんですよ。出たこっち。やっぱりこっち。怖い。あのやめてくださいね。バンド内恋愛は禁止です。ですね、バンド内恋愛は禁止です、ね。最近よく泊まりに来るなと思ってたんですよ。そう、俺森ちゃん家行ったら最後までいる。危ないな。帰り際とか手つなぐのやめてよ。やめてよ。一緒に帰ろうかって。一緒に帰ろう。いや、これ本当に美味しいので、あの森ちゃんが来る回にはあのちゃんとした食材が出てくるということですね。あの皆さんからじゃあリクエストします。森ちゃん、森タイヤー君に作ってほしいもの。だ、はい、から食べ、森ちゃんに作ってほしいもの。でも森ちゃんに作ってもらっても食べるの、うん、俺ら。そうだよ、俺たちね。森ちゃんに不可能はないかもしれませんからね。不可能。いや、なんかそんなあのダメですよ、安易な高級食材的な。フカヒレのスープとか。そうフカヒレのスープもどきとかにしますよそこは、はい、何が入ってんだろうな、嫌だな、実はたくあんですみたいな。たくあんくくりなんですよ。それ森ちゃんの最初。いや、次もたくあんしてもうたらたくあんから抜け出せなくなるじゃないですか。縛りになっちゃう。そう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 、たくあん縛りで。でよろしくお願いします。いや、でも本当に美味しかったです。本当に森ちゃんにじゃあごちそうさまもいましょう。ごちそうさま、ごちそうさまでした。ありがとうございました。じゃあ今日のクッキンチョメチョメクッキング、本日美味しくいただいたのは森ちゃん作ポテトサラダ、はい、ミーツたくあんでございました。ありがとうございました。ではここで一曲お送りいたしましょう。森ちゃん、じゃあ曲紹介お願いします。それではクッキンチョメチョメサーカスで空を越えてゆけ。
ラジオ。アゴ神様のありがたいアゴ神占い。私は全知全能の神アゴ神である。私の鋭いアゴでどんな悩みもスパッと解決だ。今週も迷えるお前たちに助言を授けよう。心して聞くがよい。A 型のお前、突っ張っていこうぜ。B 型のお前、体をオレンジ色に塗ろう。O 型のお前、激辛に挑戦しよう。AB 型のお前、サングラスでビシッと決めるんだ。お前たちの顎に幸あれ。神様、今週もありがとうございました。アゴ神様今日どうされたんですか、ね、ちょっとなんか電波状況が受信状況の問題ですか。受信状況の問題ですか。いや、もしくはね、先週のお疲れが出てる感じなんですかね。ドクターマムのコーナードクターマムのコーナーというか、まあ、ちっちゃい段ボールの中で喋ってるぐらいの感じでしたね。ちょっとね、なんかあのカサカサコソコソみたいな感じが布団の中で、今どこにであるんですか言うて、どちらですか今、何が見えますかって大丈夫ですか神様ちょっとアゴ神様でちょっと受信状況が悪かったので、あの、ね、アゴ神様に代わりまして、私がですね、はい、ちょっと補足をしておきましょう。A 型のお前、突っ張っていこうぜという、あ、そういった、僕はまあ A 型なんで ね気張っていこうぜみたいな感じに聞こえちゃいましたね。突っ張っていこうぜ。僕は突っ張っていきます。じゃあ今週は突っ張っていきますから、ね、よろしくお願いします。で、B 型の、まあ、B 型、はい、あ、森ちゃんですね。今日は森ちゃんは B 型でございます。体をオレンジ色に塗ろう。なるほど。オレンジ色に塗ろう。オレンジ色に塗ろう。オレンジ色のものを着るとかじゃない。塗ったことありますか？オレンジ色に。みかんをいっぱい食べるとかそういうことはないですよね。手が黄色くなるやつ。そう、手が黄色くなるやつ。内側からじゃないですよね。外側からオレンジ色に塗っていただくということですよね。はい、塗ったこと。挑戦してみます。そうです、するんですね。わかりました。挑戦しましょう。怒られない程度に。じゃあ次のライブはオレンジ色ですか？いやいやいや。そういうのを言っちゃダメですよ。そうですね、そうですね、知ってるんですから。現実になるっていう、やんなきゃいけないことになりますからね。あ、オレンジ色の人来たな。はい、そして大型、ミキという大型ですね、は激辛に挑戦しようということ。辛いの嫌いなんすよ。あ、辛いの苦手なの？苦手。お酒飲みって辛いの好きじゃなかった？ダメ、全然ダメ。あ、ダメなの？甘いの好き。甘いの好きだもんな、うん、今日は何すんの？甘いの好きだよな。お姉でもないしね。今森ちゃんがジェスチャーしてきたけど、はい、そして、AB 型のお前はサングラスでビシッと決めようということですね。まあ、サングラスを、まあ、かけて、まあ、太陽がね、あの眩しいですから最近ですね、サングラスでビシッと決めていこうということです。まあ、先週はね、僕だけが A で、他の、あのマムもそれから銀ちゃんも O、 田中 D も O っていう、ね、なんかあの大型ってそんなになんか害ない、まあ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 、さらっとしてるようなイメージですけど、害しかなかったですよね。もう最初から最後まで、あの先週 の, あの
をディスってますけど大丈夫ですか僕たち、ね、一応メンバーですよあの二人も害しかなかったですねそうなんですよ皆さんいかがでしたでしょうかね。あごみさまのありがたいあごみぐらいでございましたけども、今週はまあそういったことでですね、皆さんねちゃんと、なんですか幸せに幸せに俺 B 型の方はオレンジ色塗っていただければ幸せに過ごせるという。B 型だけなんか扱いひどくない。他割と普通やん。一番お金かかるんじゃないかっていう。あ、ね、これね、体全身全身ってことですかね、オレンジ色の、ね、体を。じゃあそんなあのモニタイヤが体をオレンジ色塗ってくる塗ってくれるライブ情報の方をですか。お願いします。はい。8月3日、京都サインミュージックフェスタ。はいはい、こちらの方は春日幼稚園ホールということでところでさせていただきます、ね、3時からですね、今週末ですね、はい、あそうですね、そうですね、迫ってる、ね、もう迫ってますね、ぜひとも夏の京都、僕ら初の京都です、ね、初の京都ですからね、初の京都骨折で乗り切るまさか、はい、直して直して、続きまして、9月16日神戸108にて K のるつぼ、はい、はい、ね、はい、もおなじみおなじみでございますよ、はい、そして10月6日ですね、天満音楽祭、はい、はい、こちらの天満の方でですね、あのイベントですあのいっぱい出ます、いろんな会場でいっぱい、どういうイベントなんですか、天満の音楽祭です、ああもう天満界隈でやる音楽祭、まあ、あのなんだほら街角でやってたりとかライブハウスみたいなところでやったり、特設会場でやったり、はいはいはい、いっぱいの、バンドさんパフォーマーの方がいっぱい出ますんで、ぜひともこちらも遊びに来てください、よろしくお願いします、はい、ということで森ちゃんを迎えての今日のクッキンちょめちょめラジオでしたけども、初登場森ちゃんいかがでしたでしょうか。いやもうずっとピックアップ気味なトークでピックアップ気味な、はい、ピックアップ気味ってどういうこと。なんか結構あのコーナーごとに、うん、全部僕したいやなっていうそうですよ、もちろんあピックアップは森ちゃんをピックアップ、もちろん、ね、もちろんそれは初登場ですから、はい、そうですね、それは叩きまくりますよそれは。なんかまだまだね本質を出してないところがあるんで。あそうですか、あの森ちゃんとはあのもうすでにあの森ちゃんと僕でやるっていうのが、うん、そうですね、はい、うん、あの実はですね来週から8月に入りますので、またちょっと違った雰囲気でお送りしようかなということでですね、まあ、今まで3人とか僕とミキテと2人っていうのは多かったんですが、です、ね、全く違ったメンバーで2人でお送りするというようなことを、ね、考えております、ね、どういった形になるかは分かりません、僕たちにも分かんないですね僕も全く想像がつきませんもしかしたらあの全く喋らないというような2人になるかもしれませんし、ね、あの先週よりもひどいことになるかもしれないという、ね、こともあります、あのもうスペーシーに終わるかもしれません。森ちゃんとやるときはもうぜひ酒盛り大会にしよう、ね、やめろってプシュプシュ言ってますダメだっすね、完全にビールだろ今のまた缶開いた、またビールだろやめなさい。さあ何本空いたでしょうクイズです、はい、最後にねツイッターで当たった方には次のライブで1本プレゼント、1本プレゼントやめてくださいだからそうなると田中 D がちゃんとしてくれないといけないんですけど、大丈夫です、機材にかけないで、あ嫌です嫌ですもう眉間にしわ寄ってます、お前ら飲むんじゃねえぞ俺に任せるんじゃねえぞね、頼みますよ。そうですね、大丈夫じゃないよお前、その顔が嫌なんだよ俺は大丈夫です大丈夫です大丈夫です、ね、はい、まあそんなね来週からちょっとだけまた雰囲気は変わるかもしれませんが、はい、ぜひともこの番組へのご意見ご感想リクエストをお寄せくださいませ、はい、メッセージの宛先などをミキト君お願いいたします。はい、メッセージの宛先はたより @omc.jp tayori@omc.jp です、ツイッターのアカウントは@クッキンチョメチョメサーカス @cookinxxcircus までよろしくお願いします、ツイッターの場合は、ぜひ、ハッシュタグ、#CXXRADIO をお使いください。お待ちしております。はい、メッセージまたフォローの方もお待ちしております。はい、よろしくお願いします。最後に皆様からのメッセージを少しお読みしましょう。マミルンさん、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。一言オレンジマミルンさん B 型でしたっけ。 B 型ですオレンジオレンジですオレンジか、ね、オレンジかオレンジを買うか赤となんかを買ってオレンジにするかっていうね。はいはい、混ぜてね混ぜるのかよ
そして宮子さん、先ほどのあのクッキングのポテトサラダ、たくあん、その食材はかなり驚きです。しかもスモーク。なるほどね。そうですね、ぜひぜひ試してください。そしてですね、また今日もフォローしてくださった、は初めてフォローしてくださった方が一人、青滝さやかさん、はい、ありがとうございます。青滝さんですね、30分前ぐらいに、フォローしていただいておりますね。これを聞いてですね、楽しいなと思ったら来週もぜひぜひ聞いてください。そうですね、いやいや、来週と言わず実は再放送も、ああそうですね、ラジオしております。はいはいはい、今週土曜日ですね、毎週土曜日、毎週土曜日22時からね、はい、ね、生放送のは21時からですけどもね、再放送は22時からお届けしておりますので、もう一回聞こうという方、もう一回聞こうという方おかわりっつって、ね、おかわりね、あのあれですよ、あのゆっくりとした今日はね、ジェットストリームのような、あの選手のは多分胃もたれするから、選手はねもうここぞとばかりにもうものすごいことになってますよ、ね、俺でもじっくりもう一回聞いて醤油を一気飲みしたぐらいの感じですから、ね、熱出ちゃうやつですね、熱出ちゃうやつですね、体にも悪いし、戦争行かなくていいね、戦争行かなくていいじゃあ来週はですね、またちょっと違った形でお送りしたいと思いますので、またその辺はですねツイッターの方で告知させていただきます。ぜひツイッターの方もチェックしてください、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあこの時間の相手は私リーダーニーナとトロンボンミキトゥグランツーリスモ森タイヤでお送りいたしました。はい、ではまたこの来週この時間にバイバイ。